の捜査状況ですが、捜査員100人体制で道路の検問、町の監視カメラのチェックなど、奴の行動範囲を絞っていますませんね。奴が今一番興味を持っているもの、おびき出しましょう。一部だ。ただそれをこの場で指摘するわけにはいかないと。ああ、どこに敵がいるかわからねえからな。相手もこっちが食われるだけだ。ソリティアを追うのはもちろん俺の仕事だけどよ。あればそちらも話が動きますよ。むしろ使える人員が増えたと喜ぶところでしょ。俺たちを顎でこき使って自分はコーヒーかだな。こいつはどうも、おかげさまであんたたちを指揮できる程度にはなりましたよ。あとここで愚痴を言う元気があるなら、恐る気の腰巾着だっててめえを恨んでる奴は山ほどいるんだ。はあ、そうですか。内務調査の件で俺と立場をわきまえろっつってんだよ。所轄で生きがるならいいが、ここではもっと縮こまって歩くんだな。いちゃん、ネットの厨房でももう少しマシな言い方しますよ。てめえ。まあ、アラセ、俺は大丈夫だ。アラセ、俺は大丈夫。先輩方、お互いに弱い者いじめはやめましょうってことでね。アラセ、起こせばどうなると思う？なんならこっちで問題をでっち上げてやっても。やだな、おとり捜査の処分はもう受けましたよ。戸沢さんにもこっぴど、あと喧嘩売ってたんすか岩さん。おっと危ない。大丈夫ですか？困りましたね。転んだ拍子に自分で肩を外すだなんて。私だからよかったものの、アラセ君では処置できませんでした。いやー、よかったっすね。大きな問題にならなくて。なんでもありませんよ。転んで怪我をした同僚に応急処置をしただけですねえ。はで、何があったんだ岩の目。事情は分かった。